瞬間茨城。茨城県の魅力を私石山さやかがお届けします。今回は新年のお参りをしに鹿島神宮へ。2012年もよろしくお願いいたします、黄門様。うん、いい年になると良いの。お主がやってきたこの鹿島神宮は全国におよそ600社ある鹿島神社の総本社。武道の神様として皇室や将軍家の信仰を受けてきた由緒ある神社なんじゃ。わあ、境内も神々しいというか荘厳というか、すごい雰囲気ですね。2000年以上の歴史があるからの、まさに鎮守の森といった雰囲気じゃろう。境内には他にも見どころたくさんでの、ほれ、鹿もおるぞ。お目目がクリクリしてかわいい。そしてこれは茶屋の隣にあるみたらし池じゃ。澄んだ湧き水がきれいじゃろう。で、あれ、あいつどこへ行きよった？初詣といえば甘酒ですよね。おいしそう。温まりますよ。これこれ、勝手に何をやっとる。新年に飲む甘酒は格別だな。お主の正月気分はまだ続きそうじゃの。茨城、初詣の人気スポット鹿島神宮。全国におよそ600社ある鹿島神社の総本社には神秘的なみたらし池などパワースポットがいっぱい。さらにみたらし池のそばで甘酒や白玉ぜんざい、焼き団子など味わうこともできます。ぜひ鹿島神宮へお参りにいらしてください。